Hello everyone, Alchemiker here. Welcome back to Attack on Titans 2 Final Battle. In the last video, we have officially joined the regiment, as well as some more Titanic experimentation and talking to people. Lots of talking to people. So, let's just get this out of the way. I feel it's just going to be a cutscene, but I didn't really have the time in the last video. ミカサ、アルミ。エレン、何かひどいことされてない？ねえよ、そんなことは。なあ。何をされたの？体を隅々まで調べ尽くされたとか、精神的苦痛を受けたとか。おい、余計なこと言うなって。There was no easy answer with that one. お前ら、ここにいるってことは調査兵になったのか。ってことは、憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。チッ、そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。Oh, that was it. Could have done that in the last video. Oh well, moving on. Where do we go next? Erwin. No one else to talk to. Let's do this. We got missions to do, right? Let's do this.104機訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルビン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵団で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた
第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。ミカ、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内巨人が集まり出したようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため、巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し、道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。この大通りが使えれば後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。救援要請か。 Putting me through the ringer here, aren't ya? 相手になるよ。ミケカ、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。艦を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。 Alright, yeah, this is gonna take some freaking focus. 次だ。よし、これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ、巨人ども。討伐完了。よし、これで大通りを通過させられるな。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。始末してやる。ミケさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。こんなもんだ。よっと、こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。次だ。よっと。大通りの巨人は相当強い。安全に通過できるはずだ。ありがとうございます。助かった。お前センスがいいな。
道の安全は確保してある。このまま進め。助かった、ありがとうございます。怖い。落ち着け。出口まで我々が援護する。拠点はここだね。どっと助かりました。私、先に本体と合流してますね。こんなもんだ。 There we go。 ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。拠点を作ってくれ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。All right。ここを確保すれば、ゴーゾカーも移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。I just noticed I'm wearing a coat。よし、我々が加勢する。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。後続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。始末してやる。ほっべ。大通りの巨人は相当しおいた。安全に通過できるはずだ。援護班のおかげで思ってたより早く市街地を抜けられそうだな。すごいけど、もっと私たちを信じて頼って。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。討伐完了。俺たちでルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。鼻の調子はどうだい、リフェン。まあまあ、今回も役に立ってくれる。 All right. What's up? 道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました、援護感謝します。拠点はここだね。先に平原の本体と合流してるからな。やれ。こんなもんか。お前もありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。私は先に本体と合流している。拠点を作ってくれ。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。この匂いは Bad smell。相手になるよ。飛行士か、
放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。分かったよ。よっと。よし、よくやったな。今度こそ平原の本体と合流するぞ。 There we go。 周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体制を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれたな。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも生き残れるよ。まあ俺たちの初陣に比べれば全然。おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。いいか、シンベ、あまり余計なことを知りたがるんじゃねえぞ。まあこいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実戦慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開までに自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。All right, getting there. Nothing particularly new. I wonder how that's going to actually work, now that I think about it. Since we're outside the walls, I'm not going to be able to be in the city or do city stuff.Like, what do you mean, dog? Oh, day life is probably like going back to town or something. I can talk to people. Yeah.ありがとう。みんな、ああ、最善を尽くそう。 All right. Nice, but can't upgrade any further. I still need light steel. Like, I can upgrade this, but it just doesn't really feel worth it. There's, well, actually, most of my gear is hidden. I'm quite curious. Let's see. Oh, second generation blades. I can make those. Reinforced blades, second generation blades. But the problem is just the anchor range is just so...Ah, I guess these are the other things I could make.
What's my current one? It's a 3-star. Secondary range, it's a damn 4-star. Its sharpness is better. Gas pressure goes down a bit. Actually, the sharpness is not really by much. It has slightly less duration. Drops down by 1 max blade, which I don't go through more than 2 blades ever. So I don't think I have an issue with that. So, alright. Got anything new? Oh, wow, you definitely got shit. Some new shit. Unfortunately, none of the stuff I'm looking for. Yeah, I don't want to go back to town. Alright, let's do this. Let's do it. Probably could get this through. It's not. Hopefully it's not going to be like, God, the Aaron thing with the trust one was so ridiculous, but this should be fine. あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ、壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離作戦陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。相手になるよ。こんなもんか。Probably should not be, you know, going off ahead of everyone else. よし、討伐完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。やるよ。Hi. Bye.
圧してやる。拠点はここだね。なんでこんなに巨人が出るんだ。相手になるよ。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。There we go. こうも巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。始末してやる。やるよ。討伐完了。はっ、拠点は頼んだ。相手になるよ。よっと、巨人が多いやる。この状況、何かあったのか。次だ。助かったよ。この辺りは巨人が多いね。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。 There we go。片付けよう。Weird crawling titans. やるよ。相手になるよ。There we go.悪いな、新兵。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。始末してやる。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。こんなもんか。相手になるよ。せこんなに巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。You have not been doing this as long as I have。ここを切り抜けぞ。片付けよう。お前、なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。助かったぜ。陣形の中でこの状況は異常だろう。もっとしゅ。なんだあれ、早すぎる。奴には知性がある。まずいよ。
どうしよう、僕も死ぬ、殺される。あんなところに巨人がいるんだよ、飛行士か。いや違うんだ、あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。おい、演壇が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、演壇の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。あの言い決した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。クーだけど他の巨人とは本質が違うんだ。Did he just say the one with the nice ass? 巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのはきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンなら、あいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。やるよ。あの縁談、助けが必要だな。マン、こっちを手伝ってくれるか。ダイナ、よろしくな。相手になるよ。次だ。助かったぞ。また巨人が現れたらこいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。新兵、いいところに来た。加勢してくれるか。Alright. 助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。やるよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。こんなもんか。してんのか。まずいな。
stupid crawling titans. ありがとう。私たちにはこれがあるから、しばらくここにとどまってみるね。拠点はここだね。後から来た班に合流するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。始末してやる。僕も君を見習わないと。相手になるよ。やるよ。There we go. Now, where's female Titan? Shireihan が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。とどまな。始末してやる。 There we go。 やった。やつの動きが鈍くなったぞ。相手になるよ。稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。そんな、なぜ。あっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。Almost. Damn it, not durable. I gotta look up how to get that proper metal, I think. Good enough time to stop an episode here, I think. And we are going to wrap up. So, thank you all so much for watching. Share, subscribe, let me know what you think. Leave comments below, and I'll be with you next time. Thank you, and goodbye.